乾杯。タモメやるとふーちゃん、はい、おはようございます。今ね6時52分、室温がね 22.4 度。昨日ねちょっと夜暑かったのでマックスワンで一応入れて寝たんですけど、だいぶね涼しくなりました。ちょっと寒いぐらいでした。今日のバッテリーは 92% なんで少し減ってます。で今日もねポタ電が、昨日エアコン使ってたんで夜走行中に充電を一応しとこうかなと思います。ということでね今日はね準備して天草の方をね観光していこうと思います。はい、起きるよ。最近ふーちゃんはもうここから確認できないんだよ。心地が良いです。気温がちょうどいい。気温がちょうどいい。がっつり寝れた。旅1週間出て、車内はね夜はこんな感じですね。こちらかって、片付けるけどね、バンクのものを下に下げたから。まあ後ろの服のとこが一番あれか、こちらかって、うん、はい、ふーちゃんおはようございます。ふーちゃんもチンアナゴさん連れて起きてきて、はい、これで。パパ見て。はい、起きるよ。あれ、それまだ回ってる？本当だ。はしご用意して。はしご用意したよ。ふーちゃん、海見えた？うん、海綺麗だね。見て、船通ってる、あっちに。どこ？あのね、見ていい？あ、本当だ本当だ、船行ったね。虫が、虫入っちゃうから閉まれ閉まれ、閉めないから、ちっちゃい。パンクをね片付けるとこんな感じです。ここまで来るともう何もないね。ここに置いてたものは全てバンクの上に乗るようになってるんで、そうそうそう、てか乗る量しか置いてない。こちらかってるように見えるけど、抜けちゃえばそれでも、うちらの中では綺麗な方で、うん、唯一ねごちゃごちゃしてるのこの辺。これねケーブル関係、もうこれね長い旅はもうどうにもなら、充電が必須なんで、移動中もずっと充電させたりとかいろんなもん切り替えたりするんで、もうねこれは機材関係があるとどうしてもこうなっちゃいます。ゴミもね今日変えちゃおうかな。うん、ブルブルをつけてちょっとだけね操作しやすいように画面の向きをこっちに変えました。今日はねせっかくなんでコーヒーとか紅茶を飲もうかなということでケトルを使います。今日ね飲むのはこれ、型には行ってないんですけど、まあ、せっかくなんでねこういうやつを作ってみました。でママはこれはもうよく売ってるやつかな、アフタヌーンティー。あ、これめっちゃ匂いがいいね。こんな感じ、ここにこう乗っかるんだ。なるほど。はい、今日もねこの机でご飯食べます。パルト使うテーブル、博多明太チーズデンマークミン、温める電子レンジで、絶対トースターの方が美味しい、はい、ということでね今朝も活躍しますトースターです。あ、ちょうどいいじゃん2本になってる。多分真横にしよう、ここ開いててさ、はい。でねこの待ってる間にブラジル産のコーヒーだって、博多ブレンド。あー、うまいね。いやマジで最近車の中はもうあれでいいわ、ドリップでパッとセットしてパッて入れるだけで、すげえ楽、楽でうまい。コーンなんか焦げてね。気持ちいいだよ。卵にする？ツナにする？ツナに。これ少し焼いてあげようか。うん。冷たいのなんかいい。うーちゃん、まさかの普通のパン。3つぐらいでやよかったねこれ。全部焼いてたら悲惨なことになる。やっぱ焼いたら方がうまいな。ああ。やっぱトースターや。パイパにして美味しいよね。お父ちゃんね、さっきね、海の中で船見てた。うん、さっき後ろで見てたよね。さあ、ご飯を食べながらね、今日のプランを考えます。なんか砂入んない。入んない、大丈夫。こんな感じ、駐車場の裏にすごい綺麗な海がありました。朝ね、今9時、10時ぐらい、人も全然いい。すごい綺麗だね。今日は
はい、こんな感じのね駐車場でした。めちゃくちゃ綺麗です。日の光を浴びてなくてもこれだけ青いんで結構綺麗な海だと思います。ちょっとねこっちはね見てのとおり曇り空です。よし、カカシんとこ行く。じゃあみちゃんカカシ行こう。カカシ準備アップよ。はい、今ですね道の駅のね有明にいて、でちょっとね海が見える場所が近くにあったので、行ってきました。今日はここから天草内をね観光しようと思ってて、まずはですねカカシの村っていうね、なんかね、うーちゃん、そう、カカシがいっぱいいて面白い。そうだよね、そういうね、カカシがあるみたいで、お、ここすごい、海超綺麗。本当だ、綺麗だね。はい、ということでですね、まずはね、カカシの村に行って、その後はですね、天草のね、佐吉の方までね、行きますので、まあ、いわゆるね、教会とか、あそこなんかね、ちょっと微妙に撮影禁止エリアがあるみたいなんで、そこだけちょっと注意しながらね、観光はね、ちゃんとしようと思ってるんで、ちょっとね、動画とかは回せないかもしれないですけど、中にはね、入ろうかなと思っております。ということでね、まずはカカシの村まで向かっていきたいと思います。Let's go! Let's go! ほら、ういちゃん、これ全部カカシ。ほら、カカシ。ある意味怖い。あれ、おー、うーちゃん見て、いっぱいいる。うわー、カカシ勢ぞろいや。いっぱいいるよ、うーちゃん。やば、めちゃくちゃカカシおるやん。うん、やば、めっちゃおる。へえー。ほら、見て、ほら。すげー、カカシいるけど。右方向で。すごいじゃん、カカシ。すんげー、カカシおるけど。うーちゃん、カカシ見に行こうぜ。いいよ。ちょっとここ覗いてみる？うん。私のお父さん初登場。初登場。渋いっしょ。みのすけジーパン履いてるね。なかなかな格好してる。あ、面白いね。あ、これ大丈夫じゃない？あ、靴を脱いでお上がりくださいって書いてある。入ろう。すごいね。スタジオだね。で、こっちはこういう感じです。ここで結婚式の前撮りしてる人いる。へえー。もうどこやな。学校だね。みたいな。出席を取ります。はい。うーちゃん。はい。ママさん。ありがとうございます。はい、今日の授業を始めるので皆さん先生についてください。カカシがカカシ作りを発泡スチロールで表現って、まずこれで体作るんだって。あ、顔だ。今からもっともっといいことしましょう。すごいね。ちょっとゆっくりしてくるね。この教室からコンテも見える。実家感満載。これであっち持ってるね。撮影台から撮るって。よいしょ。よいしょ。お、こんな感じです。クマモンだね。クマモンがこうやってる。じゃあみんなお祭りが始まるよ。早速。今ですね、カカシの里っていう道の駅行ってきて、本当にカカシがたくさん
あんなにいっぱいかね、かかしがあるの初めて見て。そう、全部ね、手作りで作られてるみたいで、あんだけの数はね、ちょっとさすがに初めて。で、もともとあそこ学校だったのかな。で、その廃校になって、そこをベースに道の駅にしてるような感じで、中にはね、物産館があって、でそこでね、天草の塩、天草のレモングラスティー、やつを買ってきました。もうね、教室の授業参観のさ、かかしの授業参観、ここからはですね、佐吉の方の集落まで向かっていきたいと思います。佐吉の集落のちょっと先というか、まあ、海の方に観光地用の駐車場があるみたいなので、そこにね、車を止めていこうかなと思っておりますということでね、向かっていこうかなと思います。はい、今ですね、佐吉の集落かなまで来たんですけど、駐車場がさ、折って書いてあったんだけど、なんか細道やな、またみんな歩いてる。でも向こう側に歩いてるとやっぱり駐車場向こう側、なんかいろんなところに駐車場がこうポツポツある。あ、これか、観光駐車場、満車、僕は満車、あ、一個空いてる、ここ端空いてるか、空いてるね、空いてるね。じゃあ佐吉の集落向かってみたいと思います。ちょっと一回見よっか。そうだね、やっぱ教会はこの先だね。よし、行ってみよう。はい、急にドンって出てくるんだね。急に出てくる。そうで、こっからはね、撮影禁止みたいなのでカメラは閉じちゃいます。珍しいよ、あんま見ないぐらい。え、なんか静かじゃん。神社のそばにこういう感じなんだね。へえ。佐吉諏訪、おお、すごいね。さすがに。マムシ？へえ。自然豊かだからかな。すごい上登りみたい。すごい。うん。あれなのかな？すぐ。うん、そうかもね。もう今日はいくらか空いてたでしょう。そうですね、もう道もゴールデンウィークとか結構にぎわう、すごい多かったですもんね。そうなんだ。これ買っていく。そうだね、お刺身もらおうか。ここ食べられていいですよ。あ、じゃあ食べる。あ、じゃあ食べてっちゃう、うん、あ、すいません。みーちゃんも食べようね。醤油かけていただきます。どう、おいしい。この旅ですごい美味しいものをいっぱい食べてる。うん、あ、うまいね。200円、安い、激安だね。はい、美味しい。目の前にある白ワイン、そうだね、ちょっと今見えてることなんですけど、真ん中下ら辺に白い、マリアの夕日像、ちょっと今夕日時間じゃないんであれなんですけど、多分ね、ここから見えると思います。いや、今日は静かだな。はい、今ですね、佐吉の方にあるカトリック教会の方行ってまいりました。で、本当ね、この町、この雰囲気からいきなり教会がドンって出てくる。なんかちょっと異質な感じがするよね、うん、ここはね、教会の中は撮影禁止です。あと動画も禁止なのかな。なんでそこら辺はね、ちょっとお見せすることはできなかったんですけど、なんでここに急に教会がって思うような。で、それでいてね、すごく装飾が綺麗で、あんまり中はね、畳だったよね、うん、そう、文化が混ざってる、
コンクリートと木造で建ってるんだって。でその組み合わせが珍しい教会なんだって。教会自体がね、コンクリートと木造でできててすごい珍しいってやつね。でなかなかね、あの、まあ、教会をね見ることもないので、あこういう感じなんだと思って、すごいね装飾が綺麗でびっくりでした。で、こっからですねちょっと大江天主堂に向かいたいと思います。到着するらしい。なんかね駐車場が狭い。あれか、この辺は止められない。大型車はここで駐車場を止めてください。一番無難がいいよ。こういう駐車場の方がいいのよ。無難に。もう無難に。はい、ここからね大江天主堂、150m。なかなかの道よ。なんかこの旅するとさ、階段多くない？まあ小高いところが多いんかな。そうで、ここもね大江天主堂は撮影禁止になったかな。ですがね、なかなかもうこんなとこ来れないので、せっかくなんで行ってきたいと思います。そうだね、その分急だね。急だし。虫が多い。虫が多い。そうそうそう。で、だからここが空いてるか空いてないかがあるの。これしかないらしい。そうなんだ。サンゴらしいよ。なんか行ってみよう。行ってみよう。ちょっとこうカメラしまわないといけないんだ。降りれるんじゃない？買う。うん、こういう感じで下るんだ。そうだね。山だろ。小屋降りた。はい。今ですね、大江天主堂の方に行ってまいりました。ね、先ほどの言ったね先津の、ね、カトリック教会と基本的にはね教会としては同じなのかもしれないんですけど、ちょっと大江天主堂の方はね大きいです。装飾関係っていうのはすごく似てました。駐車場がね上に一応あったはあったんですけど、結構狭くてあんまり入れないかなっていう感じの駐車場だったので、キャンピングカーで行かれる方はね、まあ、U ターンは全然できるとは思うんですけど、やっぱね下の方のアクサロザリオ館の方かなの駐車場を止めた方がいいかもしれません。これからですねもう上天草の方まで行って、そう朝の方までもうちょっとね抜けようかなと思ってます。で明日朝ね一日観光しようと思ってるんで、はい、ということでね、まずはですね上天草の方まで、向かっていきたいと思います。横がエビの養殖場と車エビとかかな。あと30キロ、まだまだだ。ね、今天草の、上天草っていうのかな、そっちの方向かってるんですけど、ちょっとね先ほどから雨が降ってきて一瞬ちょっと雨が強くなったんですけど、ここはちょっとまた弱いかな。今日ね一応天気予報では曇りだったんですけど、まあでもね回りたいところは全部もう回って、これはあんまりねもう降りることないでいいんですけど、ギリギリだね。さっきね天草五橋めちゃくちゃすごかったんで、島から島へ渡るからね。すごい知らずに知らずにちょっとね振り向きです。はい、今日ねご飯食べ損ねたんでちょっとビップにこれ行こうかな。刺身をちょうど今日ね天草で塩かったんで、これでもあとカットするだけでしょ。そうでしょ、それにしようぜ。はい、今ですね、道の駅の、ごめんなさい今多分テロップで出てると思うんですけど、ここのね道の駅に行ってきました。デコポン発祥の地。
そう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 。まあ今日ねもう本当食についてなくて、せめてここのレストランと思ったんですけどね、ここもね3時半終了、終わってました。と5時まで物産館をやってて、で今4時40分ぐらいに物産館入ったんですけど、牛深さんのアオリイカ、もうね今日はね何も食べれんかったんで、もう今日これはビップに行こうと。九州入ってからなんか時折食べる柚子胡椒が美味しかったので、このね柚子胡椒っていうのも一緒に買ってきました。こっからはですねお風呂行ってパッと入ってご飯食べようかなと思っております。今ですね熊本県熊本市に入りました。今ねその向かってる温泉っていうのがサンフレアなんちゃらっていうとこで、すごいね安くて家族風呂があるから、そこがねいいなと思って、今回ねまた家族風呂がある温泉には向かっております。事前予約制じゃないんで、あの運です。熊本インターね今降りたんですけど、ちょうど今ね降りてすぐねガソリンスタンドがあったんで、ちょっと軽油ね燃料入れたんですけど、むちゃくちゃ安くてびっくり。あのね長崎福岡はあと151円とか154円だったんですよ、ディーゼルがね。まあそもそもね今高いからしょうがないんですけどね。でそれで今たまたま熊本に入って、熊本でエネオスに入れたんですけど、むちゃくちゃ安くて133円とかそんぐらいで、ちょっと衝撃、前回燃料間違えたんかなと思って、思わずね過去のレシートを調べちゃうぐらい20円ぐらい安くてびっくりです。で調べたらなんか熊本って比較的安い県なんですね。なんかこれはなんだろう、九州で当たり前なのか、そうっていうね衝撃がありました。なんかチカチカ光ってとこかな、あの電光掲示板があるとこ、チカ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 してる。意外と混んでね、広い場所にしましょう。はい、じゃあ準備しよう。大丈夫です。はい。安いね。安い。はい、おお、すごい。これはすごいね。いいね。すごいでしょ。どうかな。今日の牛乳どうですか。うん。はい、で今ねサンフレアっていうね温泉の方に行ってまいりました。ここはねあの家族風呂が、予約はできないんですけど、まあ、タイミングが合えば入れるというところで、たまたまね自分たちが行ったタイミングが岩風呂っていうところが空いてて入れました。そうで、お風呂ねめっちゃ綺麗なし、岩風呂もすごい良かったんですけど、何よりも驚きなのが値段で、まず入浴料が400円で2人で800円、プラスうーちゃんが200円、まずそこが1000円で済むっていうのが1個と、家族風呂自体は50分で820円なので、僕らはね50分820円で行ったんですけど、合計すると1820円で家族風呂に入れるっていう、めちゃくちゃ安い。スーパーその先、スーパーなのかな、まあ隣がジムだったからね。まあでもね全然ね、あのなんだろう、キャンピングカーで旅してる中ではすごいありがたい場所でした。ということで今ねお風呂入ってきて、これからですねまた車中泊スポットに移動しようかなと。水どう？清水ここ、グレーここ。ああ、なんとかなりそうだ。皮付きで。そういうこと。この上に乗せちゃいます。食べるラー油と醤油と砂糖とコチュジャンと。中華だし入れた。なるべく汚し物はしたくない。この中に凝固剤入れた方が早いじゃんと思って凝固剤入れたら、結構凝固剤入れちゃったの。結構吸収するもん、ね、これ今日買ったアオリイカ結構量あるっちゃあるから、うん、でかいわ、ね、今日何も食えんかったから、あんまこの手丸々がない、いつも切られてるじゃん、うん、とりあえず一旦ここの真ん中が半分でね、分厚い、よいしょ、これ明日にしようちゃう、うん、バイバイ、また明日。よく入ってんじゃん、こう飾り切り的な、うん、にしても分厚いね、分厚めだね、いっかいいよいいよ。今日もね電子レンジを使います。ちなみに今日もブルーティーさん
走行充電で朝 49% だったんですけど、走行インバーター充電で 100% に復活しております。もちろんサブバッテリーも 100% になっているので無敵状態ということでね、電子レンジを使っていきます。鶏肉を食べるのに多分一生懸命だと思う。鶏肉それなりに量あるで、うん、ママの特製だれ。マジ食べるのが大変だ、食べ方が大変だ。キムチとおつまみチャーシューとバラバラになったイカ切るの大変だ。はい、あとこれね、柚子胡椒、これうまい、柚子胡椒マジでうまい。でこっちが天草のロザリオの塩で、この2つをここに入れようかなと、それぞれ分けてイカを食べようかなと思ってます。十分じゃない？うん。やっぱ柚子胡椒の量がおかしいことになってる。なんでそんな？人すくいしたらなんか大量に取れた。うんちゃんママ大丈夫だから。いいんだけど、どうやってご飯食べるの？ふっちゃん、ご飯食べたらさ、ペンギンのさ、点灯式やろ。はい、乾杯しよう。乾杯。はい、乾杯。よし、いただきます。いただきます。柔らかいよ。柚子胡椒で食べて。うん、これはうまい。問題はこれだよ、これどうやって撮るかだよ。片手にカメラだとこれ相当きつい、撮るのが大変。人参、キャベツ食べちゃえばうまい。うまいよ。はい、今日もね、これが登場します。はい、こちらね、先日一緒に旅してくれた西からマンボさんからいただいた木の皮特別純米磨き60、早速ね、いただきます。長崎のお酒ですね。今日ちょっと寒い、やっぱり阿蘇方面寒くない？寒い、10来る時18度とかそんぐらいだと思う、ね、表示がもうだってブルブルしてる。こっちの方が全然この間の冷麺よりか飲みやすい、すっきり系だね。もういただいたやつを速攻飲むっていうね、今日もらって2日目ぐらいでも飲むという、すごいすっきりした味でめちゃめちゃ飲みやすかった。後味すっきり系であんま残らないやつで、これはねちょっとね、その今日のねイカと柚子胡椒と塩だけで食べるで、あ、これはうまいわ、うまい組み合わせだわ。これね、超買ったのライタンペンギンさんね、ここ押すと ライトのペンギンね、ここ前押すと光る。そう、実際にこうするとね光ります。もう一回と止まります。ふうちゃん、もう一種類あるんじゃない？もう一回で、はい、ほら見て、ボワンボワンモードで、ボワンボワン。これあれだよね、あの今ちょうどファミマでさ、うん、隅っこタンブラー売っててさ、そう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 、まだあるかなと思って見に行ったらこれ売ってた、ね、そう、タンブラーの横にこれが売ってた、うん、しかも割といい値段するね、これ買ったら、え、そんなするのと思って。そうだよ、2500円ぐらいしたでしょ、3000円、割といい値段して、まあ言うて1000円ぐらいやろと思ったら、隅っこ舐めんなよ。お手、ペンギンにお手をさせるうーちゃん、ペンギンの T シャツを着ながらペンギンにお手をさせるうーちゃん、お手。はい、今日ねこれ買ってきた天草ビューティー、あ、パックなのね、あ、じゃあ普通にすぐ飲めるやつ、開けてみよう。レモングラスでいい香りです。あー好きー、こういう香りだよ。ああ、好き嫌い分かれた。うーちゃんはパパも好きそうなに、ね、今日は締めにレモングラス、あ、いい香り。そのケトルも久々に出番だな。はい、どう、机拭いて入れなきゃ。美味しいね、これ。うーちゃんの歯磨きタイム、はあ、ついに明日で観光終わりだね。実際はフェリー乗って帰る日があるから残り2日3日あるけど、早かったね九州。よかった。でも振り返ったらもう1週間いるんだ。そう、もう1週間滞在しちゃう。でも九州のところめっちゃ遠くて、でもね、かかしのところ一番行けてよかった。ふーちゃん、おやすみ。おやすみ。また明日も旅しようね。じゃあおやすみ。おやすみ、バイバイ。バイバイ。今日の動画はここまでになります。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録とインスタとグッドボタンも押してね。
おすすめ動画も見てチェックして、また次の動画で会いましょう。バイバイ、おやすみ。バイバイ、おやすみ。最後の負け、ふーちゃんはどこだって言うからね。ふーちゃんはどこだ。ふーちゃんを探せ。ここだよ。ママがいないね。ママがどこだろう。ママはどこだろう。おかしいね。ふーちゃんがいない。ふーちゃんがどこだろうな。お？乾杯。こんな新しい。お願いします。グッドボタンを押したら、じゃあまたね、バイバイ。